水なぎ鳥かは、鳥類、水なぎ鳥目のトガである。水なぎ鳥と総称される。全世界の海洋。全長26、87センチメートル。上面が黒や灰色、褐色の羽毛で覆われる種が多い。くちばしの先は、針状に尖る。卵は、殻が白く、生態との比率で大型である。海洋に生息する。風の強い高所から、 風の弱い低所に急降下し、急降下の勢いと浮力の差を利用して、再び高所へ上がる。ダイナミックソアリングを繰り返し長時間羽ばたかずに、飛翔する。水面ギリギリの急旋回は1秒間に2回程度の、非常に速いペースで絶え間なく、行われ、この飛翔が翼で水面を切るように見えることが、和名や英語名の由来である。多くの種では長距離の渡りをする。 食性は動物食で魚類、甲殻類、軟体動物などを食べる。種によってはプランクトンや動物の死骸を食べる。集団繁殖地を形成する。地面に掘った穴や岩の隙間などに巣を作り、一腹に一個の卵を年に一回産む。私有交代で放卵する。系統樹の果敢はハケットへ通る。家内はナンスタンリーペナルリックウィンク。 スーデブルウェリアの位置は、ブレタグノルへ通る、より、水なぎ鳥かの姉妹群は、モグリウミツバメ科である。ただし、水なぎ鳥かの単系統性は、不確実で、モグリウミツバメかを内包する、側系統の可能性がある。そのため、モグリウミツバメかを含める説もある。水なぎ鳥かは従来は、フルマカモメ類、クジラ鳥類、シロハラミズナギ鳥類、 水なぎ鳥類の4グループに分けられてきたが、系統的には5グループに分かれる。ペナルリックウィンクはそれらを属としているが、ただし彼らは、クジラ鳥属を、インサーティセダスとしている。従来の分類に比して、白原水な鳥類から、ケルゲレン水なぎ鳥と、おそらくスーデブルーエリア属が、水なぎ鳥属に移され、白原水な鳥類の穴鳥属と水な鳥類の、 黒水なぎ鳥族が、黒水なぎ鳥族にまとめられた。しかしこれら五族の間の系統関係は不明である。水なぎ鳥族は、おそらく単系統ではなく、灰色水なぎ鳥族を分離する説がある。なお、ペナルリークウィンクは、モグリウミツバメカを含む水なぎ鳥カオニアカゴ族に、つまり、水なぎ鳥アカ、プリッチェレライニート。 モグリウミツバメアカペレカノイディニーに分類している。ただし、クジラドリ類はいずれにも含まれない。古くは、カウズハックスリーなどにより、現在のミズナギドリメ全体が、ミズナギドリカとされた。その後、フォーブスが、ウミツバメカオーシャニタイデイを分離したのに始まり、様々な範囲が、ミズナギドリカとされたが、ルーミスにより現在とほぼ同じカ分類となった。ほとんどの分類で、 水なぎどりかは、水なぎどりめ最大のトガであり、しばしば赤に分割された。水なぎどり赤プリッチェレライニー、アホードリ赤、ジオメデーナエ、モグリウミツバメアカハロドロミニー、フルマカモメアカフルマリニー、水なぎどり赤、パフィニニー、ウミツバメアカオーシャニタニーなどの赤名が使われた。シブレットアルクイストは、現在の水なぎどりめ全体を、水なぎどりかとし、アホードリアカ、 ジオメデーナエミズナギドリアカプリッチェレライニー、ウミツバメアカハイドロバティニーに分けた。国際鳥類学会議より、ただし族に分類した。和名は、厚生労働省などより、14属86種が厳正。広域に分布する上に行動範囲の広い種が多く、さらに同士間でも、色彩変異が大きいことから分類は混乱している。開発による、繁殖地の破壊。 水質汚染、漁業による、混獲、食用や羽毛目的の乱獲、人為的に移入された動物による捕食などにより、生息数が減少している種もいる。1974年6月、高知県沖で約4500羽、千葉県沖で約5000羽など、太平洋側で大量死が確認された。さらに、福島県沖合で、 約1500羽が衰弱していることが確認されたことから福島県と海上保安庁が連携して準指定から小魚の絵付けを行った記録がある。ありがとうございます。